おーし、ということでこの島をかけてバトっていくぞ。ジョーンジー、お前裏切り者だろ。スローも裏切り者だろ。この島はね、統一感がない。私たちキューブクに任せなさい。はい、んだよ喧嘩するの。おー、キューブクイーンも笑ってる。おーし、ということで降りていきましょう。一応こんな感じでね、陣地ありますけど、まあ守んなくても大丈夫です。僕はねキューブクイーンなんで、もちろんこのね真ん中のキューブタウン、ザ・ピラミッドをね、漁っていきたいと思います。女王のお通りだ、お前らどけー。どう、お前より誰もいないね。ゆっくり漁ろう。おしおし、最速で漁っていこう。もうシーズン終盤でね、ほんとにいろんな武器があるから、ショックウェーブとか欲しいね。来たー、ショックウェーブ。あとこのオートマチックのアサルトも欲しいね。てか誰もいないんですけど、キューブクイーン、ほんとに味方います？アンチはそうだな、スローン博士に寄ってる感じかな。ちょっと待って、味方が本当にいない。レイジーとかいそうだな。みんな、これは、あ、いた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 、仲間や仲間、仲間やね。いいねいいね、お、いいねいいね、めちゃくちゃいるぞ、めちゃくちゃいるぞ。かわいいな、キューブクイーンちゃんと漁ってる、すごいよ。いいね、だいぶまとまってますよ。早速スローン博士ぶっ飛ばそうぜ。うっ、ここら辺絶対いるべ、スローン博士。あれ、スローン博士じゃない？いた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 。いて、待て、取らないで。やばい、ロボット来てる、ロボット来てる。乗って、乗って、乗って。やばいよ、やばいよ。逃げろ、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 逃げろ。怖すぎる。ちょっとこれ、早いところ戦わないとですね。お、やり合ってんじゃん。やり合ってんじゃん。待って、これ、俺も助けに行くしかねえ。待てろ、今行くからな。大丈夫か、ナイスキューブクイーン。やったな、やったな。やべえ、早速戦い始まってる。ナイス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 。いよいよスローン博士をちょっとずつちょっとずつ倒していくよ。さあ残り80人。やべえ、ここスローン博士の基地ができてないか。めっちゃいるスローン博士。怖い怖い、上から攻めよう、上から。スローン博士にひよってるやついる？いねえよなー。ここいっぱい、ごめんなさいごめんなさい。やばい、くっそー、やべえ、完全にやらかした。おっと、ここでジョンジー部隊、やっぱこれが強いよね。固まって移動するのが強いと思うな。いやー、ジョンジー部隊いいよ。裏切り者の集団、裏切り者の集団、めちゃくちゃ団結力がありますね、ジョンジー軍団。さあ続いて見ていくのはキューブクイーン。遊んでいる、俺が必死に戦ってた間、お前らは遊んでいたのか。おっと、ここで NPC に話しかけるジョンジー軍団ね。20人いたとしたらね、めちゃくちゃ手段集まりますよ。これちょっとジョンジー軍団勝ちそうだな。これちょっとまずいね、ジョンジー軍団、スローンとキューブクイーンに囲まれてる気がする。しかしジョンジーも黙っていない、いいダメージ出すね。うん、まあ真ん中にいるとはいえアンチ内なんでね、ちょっとかなり強いぞジョンジー。おっと、ここはスローン博士 VS キューブクイーン、どっちが、うわ、食らっちゃったけど、ワンパン、さすがだ。この島はタダでは渡さない、そんな言葉が聞こえてきました。このアンチの狭さで残り56人、もちろんストームサージはやってきます。この人は大丈夫そうかな。おっと、ここで激しいバトルが、ムラポンを持って、ムラポンで頭に、うわー、後ろ取られたな。やばい、激しい戦いだ。完全にクイーン VS ジョンジーが始まっている。頑張れ仲間同士、力を合わせて。キューブクイーンもちょっとストームにやられてるな、やっぱ先にアンチュー取った。おっと、ここでなんかやってきたぞ。お、ここめっちゃいいじゃん、キューブクイーンの軍団がいますね。そしてこのジョンジーはスパイか、上の方にいっぱいいるぞキューブクイーンが。そしてキューブクイーンは追われている。頑張れ、逃げろ逃げる、逃げ切るんだキューブクイーン、頑張れ。あー、後ろからジョンジー、やっぱ団結力が団地。さあ続いて見ていくのはスローン軍団ですね。ちょっとなるべく戦わない立ち回りと言いますか、上手に立ち回ってますね。うん、シーズン7のワンタイムさながら、プレイヤーを駒のように扱って少なくなったところを狙う作戦なんでしょうか。そしてハイグラウンドを取ってんのはキューブクイーン。さすが、さすが女王は天空から見下していく、そんな気持ちを感じますね。一方スローン軍団はまたね、ちょっと隠れてますね。人が減るまで待とうや、そんな声が聞こえてきます。キューブクイーン鬼すぎる、上から撃ち落としまくって、これも勝ったんじゃないか。おっと、登ってきたジョンジュが一瞬見えたけども、気づけるか、誰か誰か気づいてくれ。上から上から撃ち落としてスローンを倒せるか。あれは、お、惜しい惜しい。キュ
ひたすら撃ち落とす。それは仲間だ。そしてローグラウンドを制しているのはスローン軍団ですね。頑張って、ハイグラ VS ローグラ。ジョンジーいなくないか。お、生き残り、ジョンジージョンジージョンジーさん生き残り。あ、何人かいるみたいですね。よかったよかった。おっと、ここでちょっと待ってくれ。敵同士なのにスローン博士と仲間になってないか。これ手を組んでキューブクイーンを倒そう。そんなワンタイムイベントが今行われているのかもしれません。頑張れ上田。うん、なんでスローンを撃つ、目の前のスローンを撃たないのに。どういうことだこの二人は。絶対できてんだろう。さあ一方キューブクイーンは上から痛い銃弾の雨あられ。ここいいね、スローン博士めちゃくちゃ固まってる。これ最終対決。お、ワンボックスにいたジョンジーがやられてしまったね。めちゃくちゃいいぞ。超ローグラウンドに固まってますね。さあ移動アンチが始まりました。ローグラウンドで楽々移動をするスローン軍団です。そして上の取り合いも起きてんのかな。これはおっと激しい上の取り合い。うわ、ジョンジーじゃないスローンが、うん、どっちもやられたのか。ハイグラウンドを制御していたキューブクイーン入り込まれてからの、頑張れ、うわスローン博士の逆襲。さあ残り9人、勝つのは誰か。キューブクイーンが一応上を取っているのか。まだ上にいた、スローン博士が取り戻している。さあこれもうスローン博士、あったキューブクイーンの生き残りが、キューブクイーンの生き残りが、うわやっていく。しかしまだスロー博士 VS キューブクイーンは続く。どちらかというとローグラウンドでやっていく。おっとこれは勝ったのはスローン軍団。まだ生き残りはいるのか、生き残りはまだいるのか。さあ残り4人、これ勝ったのはもうスローン博士。うおー、戦わずして勝利。うまく立ち回ったスローン博士が勝利です。まだ終わりじゃない、三つどもえ対決日本選手でいきましょうか。うわー、金スカーくれた、ありがとう。うわー、金ポンプ出た、やばすぎー。ということでさっき学んだことはね、まあ、なるべく戦わないことだね。これ初期スキンバグなのかな、初期スキンバグなのかな、持ってないのかな、違うよな。ねえ、シュー君バグうまくんじゃねえか。うわーすげー、魚屋さんがいる。プロッパーもらおうかな、そしたら。おー、なんかめちゃくちゃいいなこの感じ。ジョンジーがキューブクイーンに立ち向かう。めっちゃいる、ここめっちゃいる。よっとね、ガンガン減らしていこう。オッケーオッケーオッケー、ロー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 。ちょっと待って、さっきの教訓生かそう。一人になってるよ俺今。待って、行くしかないこれ。うわー待って、はいはい、痛い、やべえ敵がいっぱいいる。うわ誰か助けて、くっそーまあ、なるべく戦わないことだね。またしても最速でやられちまったよ俺。めっちゃいるわここにジョンジー軍団。後ろから来るぞスローンが、気をつけろみんな。さあ2回戦目、勝つのはどのチームだ。うわーこれ結構厳しいな、上からずっと撃たれて。いやスローン軍団さすがの団結力、めちゃくちゃいいポジションも取ってる。見てくれよこの団結力、超素晴らしい。さあそしてスローン博士のアンチ移動、かなりね連携が取れてますね。真ん中ジンドローゼっていう感じなのかな。見渡す限りスローン博士よ。頑張れキューブクイーン軍団、お前たち強いだろう絶対に。おっとジョンジーと対決、いやスローンと戦ってほしいけどね。さあ隠れたところからキューブくんやっていけるか。おー、あんまり無理しない、これがコツなのかもしれません。いやスローン博士本当にアンチの位置取りがうまいですね。キューブクイーン1人 VS スローン博士、しかし反撃も、うわ大丈夫かこれ。うわー怒りの反撃、裏切り者シャッター。キューブクイーン VS ジョンジー、うわージョンジー強い。さあどんどんアンチは縮まってますよ。スローン博士は圧倒的ハイグラウンド。しかしここでキューブクイーン怒りの反撃、上からひたすらロケットランチャーを撃ちまくる。ローグラウンドではジョンジーとキューブクイーンが戦い合う。いや上を倒してくれ。さあスローン博士もちょっとずつローグラウンドに詰めてって、ここに来たキューブクイーンやられたか。そして始まる移動アンチ、頑張れアンチ進行。ローグラをコツコツと進んでいくジョンジー。おっとここでキューブクイーンが、いやー後ろ、うわー頑張れ、いやーすごい素晴らしい、見事な KO を果たしたジョンジー。いいチームワーク。そしてまだいるぞいるぞ、まだいるぞ。おお、うまい、
めちゃくちゃうまいぞこのジョンジー。しかしスロー博士多すぎる。残されたのはジョンジーとキューブクイーンも2人くらい生き残ってるよ。頑張れ頑張れ、いいアンチ進行してるよ。さあどんどんアンチは縮まってきています。スロー博士の攻撃が、おっとロケットランチャーでアンチ外から、いやー行きたいね。うまいうまい、かなりうまい。アンチ外耐久して、うーわ冷静にショットガンはないけどアサルト1本で回復はもうない。アサルトの弾ももうない。ロケットランチャー撃ちてー、撃てるよ撃てるよ、うわっ素晴らしい。さあ残されたのはスロー博士とジョンジーも生き残っている。さあスロー博士2体 VS ジョンジー1体回復、最後の回復を使いました。さあアンチ耐久が始まるか、おーどうかな、うわーやられていく。勝ったのはまたしてもスロー博士、ハッシュタグスローを許せ、これで拡散していきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。実際のワンタイムイベントはどうなるんでしょうか。スロー博士がどうにかしてるに違いない。